はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病闘病生活の気晴らしいね、自宅や動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいな白血病がになってしまったたくさんの患者さん、そしてその家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、僕は花粉でね、結構声がおかしいなって言われたりするんですけども、花粉です。 PM2.5 もね、この前飛んでたんでね、すごいそれで喉もガシガシになってて、目もバシバシなんですよ。で、ほんでそんな中ね、今日の午前中ね、先なんですけども、ちょっとね、実家に用事があってね、で車で出てからですね、お散歩してるね、親子をね、数組ね、見かけましたね。家でじっとしているとね、ストレスがたまりますんで、うちの子供らは一応ですけど、その学童とね、保育園に行ってますけど、学童もね、敷地内はその広い運動場があるわけでもないので、走れ回れないんですけど、でもこんな状況なのでね、結局は建物の中にいないといけないらしいし、で次男の保育園はですね、園舎が今新設されてて、でその園舎っていうのが園庭ってあるじゃないですか、保育園の運動場ですよ。そこに新しく校舎を、園舎を建てるから言うて、そこをね、工事してるんですよ。なんで、そこ使えないから、小さなお砂場とちょっとしたスペースで外遊びをしているんですよね。学童行ってる長男も、で次男もね、保育園行ってる次男もですね、2人ともね、体を使って遊べないんでしょうね。ストレス溜まっててね、家帰ってからね、寝るまでの間ってね、発狂してるんですよ。ほんまに。そんなんも考えるとね、早くね、就職してほしいもんですわ、ほんまに。本題に入りますけども、今日はね、白血病の種類についてお話をします。白血病はですね、造血幹細胞からね、血液細胞、白血球、赤血球、血小板へとね、成熟する途中の細胞ががん化します。白血球はがん化した細胞がですね、もし成熟したら何になっていたかによって分離されます。白血球の中にはね、主にウイルスを攻撃するリンパ球というのがあるんですけども、その成熟したらリンパ球になるであろう細胞が癌化した場合が急性リンパ性白血病です。でそしてそれ以外の細胞、つまりリンパ球以外の、白血球、赤血球、血小板になる予定である細胞が癌化した場合は急性骨髄性白血病となります。今日もね、いきなり難しい話をしましたけどね、すみません。白血病というのはね、たくさん種類がありまして、種類というかね、医学的にはね、分類と呼ばれておりますけども、大きくは急性白血病と慢性白血病に分けられます。急性っていうのは、がん化した細胞が急速に増殖するっていうのと、慢性っていうのは、がん化した細胞がゆっくり増殖するっていうのの2つに大きく分けられます。その他にはですね、成人 T 細胞白血病、リンパ腫とね、呼ばれるリンパ液が癌化する病気もあります。で、リンパ腫はね、悪性リンパ腫と呼ばれてたりしますけどね、皆さんの記憶に新しいところでは、フジテレビアナウンサー、元ね、フジテレビのアナウンサーの笠井さんがね、なってしまったのは、悪性リンパ腫と呼ばれる病気です。そんな悪性リンパ腫もね、血液の癌で、白血球の一種であるリンパ球がね、癌化してしまって増殖してしまうやつです。で全身にあるリンパ節にコブができたりとか、首やね、脇の下などのね、リンパ節の腫れがちょっとポッと起こったりとか、あと消化管とかね、肺などのリンパ節以外の臓器にも発生したりすることもあります。リンパ球のうち、その B 細胞やね、T 細胞といったと呼ばれるね、やつの細胞もあるんですけども、どんな細胞がね、癌になるかとか、悪性度によってね、結構70種類以上にね、細かく分類されています。でそしてね、アスリートで水泳選手の池江璃花子さんはですね、急性リンパ系白血病という種類で、白血球の一種であるリンパ球がね、病弱なね、段階で悪性化してしまってですね、癌化した細胞、白血病細胞ですね、それがね、無制限に増殖することで発症します。先ほどのね、笠井アナウンサーの説明とちょっと似てますけども、癌化してしまっている細胞のね、種類が違うためにね、またね、その別の病気とね、診断されてます。悪性リンパ腫、リンパ系白血病、同じリンパでもちょっとややこしいですね。そしてね、僕がなった急性骨髄性白血病というのはですね、先ほども説明しましたけどね、もう一度言いますね。
造血幹細胞という赤血液が作られる元となるものから、白血球、赤血球、血小板とね、こう成熟する途中の細胞が癌化します。白血病は癌化した細胞がもし成熟したら何になっていたかによって分類されます。白血球の中にはね、主にウイルスを攻撃するリンパ球があります。成熟したらリンパ球になるであろう細胞が癌化した細胞が急性リンパ性白血病です。でこれがね、池江理香子さんになった白血病で、そしてそれ以外の細胞、つまりリンパ球以外の白血球、赤血球、血小板になる予定である細胞が癌化した場合、急性骨髄性白血病になります。そしてそんな急性骨髄性白血病の原因なんですけどね、それが未だにね、解明されてないんですよ。急性骨髄性白血病の原因はね、不明なんですけどもね、研究ではですね、放射線や抗がん剤などね、化学物質が原因とで考えられる症例もあります。稀にね、先天性異常にね、関連したね、小児白血病もね、見られますけども、白血病はね、遺伝性のね、疾患ではなくてですね、従ってその親から子供に伝わることはね、ありませんのでね、白血病の中のね、急性リンパ性白血病にはですね、ウイルスが原因で白血病を発症するものもあります。急性骨髄性白血病に関してはですね、ウイルスの関与が明らかになっているものはありません。つまり急性骨髄性白血病はですね、はしかや水疱瘡のように伝染する病気ではありません。はい、このような感じでね、今回は白血病の種類をね、簡単にお伝えしました。次回はね、どのような症状が出会ってどのような診断をされるかについて簡単にお話しします。今日は以上です。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。